手だけを清めてくださいって書いてありますね。せっかくなので手を清めていきましょう。終わりました。カウントするのも忘れてしまったんですけど、ここがちょうど一番下の石の鳥居から数えて1100段目になるのです。こっちには音楽芸能財運の神様が祀られているそうですね。今ちょっと工事中のために中に入ることはできません。拡大してお見せします。そしてその隣には家康梅と名付けられた梅があります。今の時期はちょっと葉っぱもなく寂しいですけど、おそらく2月そのあたりになればまた花の時期を迎えるんじゃないでしょうか。ここにはかつて五重の塔が建っていました。でもとある事情で現在は基礎の部分だけになってます。幸せが満たされますようにということで10円でいきたいと思います。お祈りが終わりました。
この先にも進んでみます。ちなみにこの先にあるのは本物の徳川家康のお墓だそうです。今僕の目の前に徳川家康公の神廟お墓ですねあります。かつては本当に簡素な小さな祠があっただけということだったんですが、三代将軍家光の時代に家光にとっては大切なおじいさんになりますから、もうちょっと立派なものにしようということで新しく作られたそうで、現在のような立派な形で伝わっているようです。今回の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。東照宮と聞くと日本人でも日光東照宮のことを思い浮かべる人の方が多いんですけれども、今ある徳川家康のお墓がここにあることから分かるように、久能山東照宮に行って初めて東照宮にも行ったとなるということですから、まだ行ったことがない方はぜひこの久能山東照宮に足を運んでみてください。きっと新しい発見、新しい感動があると思います。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。